ガチンコー前の塾よっ。そしたらさ、変な飛行機が横切るんだよね、空港で。写真撮ったんだけど、今これ出てんじゃん、この写真。これ見たことあるでしょ、この飛行機。これやばいんだよね、これどこ行くと思う？全然想像つかないですね、どこですか？これ絶対動きだからね、国家機密だからね、これ。この飛行機このままウクライナ行ったんだよ。塾長これ行って大丈夫な？絶対ダメ、行っちゃダメ。これがそのままウクライナに行って、岸田総理がウクライナ電撃訪問さっきしたんだよね。この写真なんだよ、この写真。これマジで撮ったから、もうめっちゃ待たされて夜中に。ふざけんなと思って、俺はダイヤ様だぞって言ってしまったもんね。そしたらみんな口を一文字にするわけでしょ。何かが起きたなと思って、そしたら窓の横からぐわーってきて、全部止めて。極秘だから、国家機密どこの話じゃないじゃない。殺されるじゃん、情報がバレたら。日本の国家元首が殺されたら大変なことになるじゃん、元首っていうか総理が、はい、だからその写真なんですよ、これ。モザイク入れます？支持率も下がってきてるし、もういいんじゃないのそういうことで、もう歴史的なね、出来事もちゃんと塾者撮ってると。しかも国内線じゃないからね、やっぱね。これを目撃したのは本当少ない人たちだったと思うよ。これがバレたら本当大変なことになるんで。それでロシアがミサイルぶっ放したら終わりじゃないですか。そのぐらいの電撃訪問でしたね。いろんな YouTube が今ありますけど、まさに塾長ならではの、ここでしか聞けないような情報だ。そうなんだよね、これ本当やばいんだよね。飛びそうな時に写真撮ってすぐ YouTube アップロードしようかなと思ったけど、そしたらほらロシアからミサイル飛んでくると悪いからとりあえず黙ってた夜中に出るのおかしいなと思って、真夜中の12時だもん。何これと思って、全部止めたのよ。追い越してったから普通のあれじゃないなと思ったら、やっぱりすぐその後ですね、電撃で行ったという。なるほど、まあ、そんな感じです。大変貴重な情報ありがとうございます。この写真はみんな見ちゃったから3000いいねお願いね。そうですね本当に3000どころかそれ以上の情報かなというふうに思います。公開してあげてもいいんじゃない。ありがとうございます。はい、本当にいつも貴重な情報ありがとうございました。うん、そうですね、ご視聴いただいて皆さん、今後もですね、引き続き貴重な情報をですね、 YouTube を通じて配信をしていきたいと思っております。また概要欄にですね、メールマガジン登録ができますので、 YouTube で話していない貴重なですね、情報をですね、盛りだくさんでお届けをしておりますので、興味のある方はですね、ご確認いただけるといいかなというふうに思っております。今日もお貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマイルチク